ロングコートダディのツルツルいっぱい学園。どうも、ロングコートダディのツルツルいっぱい学園。なんでもね、今日はちょっとなんか、はい、そのこちらの福井工業大学さんから、はい、お願い事が僕たちにあるということで、何だろう、来させてもらったんですけど、学長とかかな。学長やだやるわけない、困るよ、明日から学長ですって言われても。いや絶対やる。何、給食回転寿司とかやる。違う違う、学長そんな権限あるの。ロングコートダディを大学に呼び出してお願いしたいこととは一体何でしょうか。お願いがあるということで。はい、はい、何ですか一体。こんな可愛い学生たちがたくさんいるんですけれども、はい、まだまだ男子学生が多いんですね。で今日は、はい、うちの大学のおすすめスポットを5つご紹介します。それはあの女性におすすめという。そうです。なるほど、これを見たら来たくなるというね。いいですね。あ、これ楽しみ。というわけで女性目線でおすすめの5つのスポットを紹介します。1つ目、はい、この学生ロビーです。あ、ここ、はい、あ、ロビー、ここが、はい、すごいすごい、え、ちょっとちょっとちょっと、ほら、何これ、絶対物落ちるやん、これ。何で物落ちる、絶対落ちるって物を、何でこんな物落ちやすいようにしてんの。いつもここに座って勉強したりとか、友達とテスト勉強とか、ちょっと会話しながらね。高校生も大学生も集まる場所。あ、両方、あ、じゃあすいません、この学生ロビーの何かキャッチフレーズをお願いします。キャッチフレーズ、キャッチフレーズね。まあここでまあみんなでね、いろいろ作業して、まあ相席とかにもなっちゃったりする。まあまあ確かにね、かもしれない、ね、あんま知らない人も、合法コンパで。違う違う、そういう見方しかできない。1個なんか真っピンクのテーブルつけて相席 OK みたいな。ここに座ってる人はもうそういう目的になってテーブル1個作っちゃえば、これ形変えたらハートになるよ。確かに、出会いのテーブル作っちゃえば1個。異性ともあるけど、まあ別にね、同性との出会いの場でもあるし、友達ができたりもするってことだもんな。出会いの場になると思います。確かに、これ1個いい。あ、いいですね。女性におすすめスポット2つ目は、続いてのおすすめポイントはどこでしょう。はい、2号館の801教室と802教室。個室で出会うんだよな。出会いから一回離れろ。なあ、そういう勉強しに来てんだよ。一番でかい教室。大きい教室。そうそう、300人300人。へぇ、毎日ぐらいやん。いや、俺すごいやん。おい、これ狭狭やん。801じゃなかった。違うよ、狭狭。300人入ってる。え、すごい教室なんだ。でかっ。8階にあるってこと。8階に。8階なんだ。女性におすすめスポット、続いて3つ目は学園レストラン。お財布にも優しい、安くて美味しい食事がいただけちゃう学食は学生生活の楽しみの一つですよね。せっかくなので好きなメニューを教えてもらうと。ちょっとアレンジなんですけど、明太パスタを頼んで、あの注文するときにうどんに変えてもらって、え、明太うどんにする。めっちゃ通ってるやん。常連だろ、ね、さらにそんなレストランで特におすすめがあるそうで、実はですね、今工事をしてるんですけど、回転寿司、回転寿司できる、回転寿司じゃない、ここのスペースにプラスして、はい、女子学生がより使いやすくなるようなカフェスペースが実は完成します。カフェ、すげー、これは嬉しいんじゃないですか。そう、おしゃれなカフェスペースが完成。学校内でホット息抜きできちゃうなんて素敵ですよね。それでは女子に刺さる素敵なキャッチフレーズお願いします。あの女性がやっぱ好きだ、花園って書いて、花園って書いてスタバって思う。使っちゃってんだよ表示としては。花園って書いてスタバ行こうって言うんだよ。慣れてきたらね、カフェラテのラテをうどんに書いてください。気持ち悪いんだよ。女性におすすめスポット4つ目は、
さあということで4つ目の、おすすめポイントに、来て、いやもう入ってる。ちょっとね。入っちゃってんだよ。場所的に。場所的にじゃなくて。さっき見させてもらってるけど。見るな。俺まだ見てないの。見てもわからん。見てもわからん。どういうこと？何をするのかが。さあここは先生何ですか？はい、ここがスポーツ科学実験室2になります。スポーツ科学実験室2。そこはどういうとこですか？まあ、データを取ったり、まあ、先生方がでいろんなデータを取ったり。する実験したり研究したりするところなんですけれども、先生方が使うところですか。はい、そうです。キャッチコピーつけましょうか。キャッチコピー、あ、キャッチコピーじゃお願いします。はい、ポイント。ね、はい、卓球女子歓喜、ほのかなラバー臭。すごいラバーの匂いめちゃくちゃしてますけど、あれ歓喜な。すげえ落ち着く俺、うん。卓球好きやったから。あ、そうなん。あれ嬉しいな卓球女子は。いい匂い。女性におすすめスポット、いよいよラストの施設です。ラストのおすすめはこちらです。スポーツ科学実験室1です。あ、出た2から行って1パターン。あら、うわ、すごい。これはなんだこれ、すげえ。スポーツ器具かな。トレーニング。トレーニング。うわ、研究っぽい。これはい、これを閉めるとあの中の空気を変える。うわー、すげえ。酸素状態を作る。なるほど、なるほど。低酸素のトレーニングが。こちらはスポーツが専門分野の碇先生がよく使用する施設。すんごい機械がずらっと並んでます。せっかくなので導入したばかりの最新マシン、体組成計でウサギの体を測定してみましょう。残念とか出るじゃん。残念は残念なんだけど。はい、出ました。お、はい、なんかヤバそうな数字がすごい出てる。これ なんだこれは。体重 103.1 キロ、はい、体脂肪率 33.7%。 あ、恥ずかしい。俺って結構もしかして、うん、デブ。デブそうデブデブ。あ、そうなんだ。めちゃめちゃデブよ。恥ずかしい。ちょっと待って、うん、標準の脂肪量が、うん、8.5 から19.2 キロなのにお前 34.7 キロあるよ。恥ずかしい。すげえ恥ずかしい。これ高いんですか、やっぱこの機械。もちろんめっちゃ高いんだこれ。うわ、高いんだ。おしゃれなカフェから最新機器が使用できる施設まで充実してて、私も行ってみたい。最後に受験を控えた女子高生にメッセージ。まあ女子高生たち、はい、モテると思いますよ。あー、怖い怖い。実際に確かライバルは少ないかもしれないですね。実際、はい、実際どうなのかちゃん。実際、うん、声はかけられました。やっぱりそうなんよ。はい、だからロビーでこう出会って、うん、ちょっと恋の話。カフェでまあこっそりマネーとか勉強とかもして、うん、で夜の校舎に忍び込んで2人でパワーマックス V2 で。パワーマックス V2 で。いいと思う。でもね、パワーマックス V2 を2人でやるのもありだと思いますし。そう。で、工業だけど別にすっごい、うん、男臭い感じもせんかったし、ね、なんか教室とかもね、全部綺麗ですもん、うん、全然女性が使感じやし、ね、使っても使いやすそうな、うん、ぜひ来てください。いいと思います。はい、チャンス。どうもこんにちは。あ、こんにちは。あ、ちょっとあんまりここ。あ、そしてここね、今日はちょっとあのお馬さんいるとこ来てますんで、はい、ちょっと小声でやっていかないと。大きい声出しすぎると。確かにね、大きい声出してる。笛鳴っとるよ。笛鳴らして。すみません。口笛が得意なベイヤン君と、名前の通り大のギャンブル好きな山下ギャンブルゴリラ君、2人が今回やってきたのは金井学園が運営する豊かな自然に抱かれた本格的な馬術場、福井ホースパーク。全国大会の常連校でもある福井工大馬術部の学生や生徒の練習施設なんですが、実はここ初心者から経験者まで一般の人も乗馬体験ができる施設なんです。そうそう、僕たちはちょっと乗馬経験ないんで、うん、大丈夫かな。そうで、ちょっと、はい、今日は助っ人の方が来てくれてるみたいなんですよ。え、お願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。松田若です。よろしくお願いします。松田さん。松田さんです。モデルさんとかですか。私吉本興業所属のフリーアナウンサーをしてます。よろしくお願いします。吉本興業。はい。何年ですか、じゃあ吉本歴は。はい。
去年の6月に入ったので、はい、まだもうすぐ1年ですね。もうすぐ1年、はい、むちゃくちゃ後輩っすね。あ、よかった。むちゃくちゃ後輩やんけ。やめてください。自分馬乗れるわけ。すごい。松田さんは静岡朝日テレビを経て去年吉本興業に所属したアナウンサー。小学校1年生から慶応大学を卒業するまで馬術歴16年という経験者。学生時代には数々の大会で入賞歴を持つ実力の持ち主なんです。じゃあ今日僕たちには教えてもらえるということですか。でも私も実は大学卒業してから4年間ブランクがあるので、はい、外部ブランクありえないやん。じゃあ確かに4年取っとけよ。ブランクがあり松田さんも少し不安ということで、今回はインストラクターの正金美香さんに教えていただきます。福井ホースパークさんではですね、初心者の方でも全然できるんですか。そうですね、あの小さいお子様から年配の方まで幅広く通っていただいてます。小さいがどんくらいから。3歳ぐらいです。3歳、はい、3歳から乗れるんですか。小さいポニーに。あ、ポニーね。ポニー可愛い。あ、なるほど、はい、せっかくなのでまずは上級者の馬術を見せてもらうことに。今障害飛びますね、これから。うわうわうわ、おお、おお、なるほど。おお、ちょっと前に前に行くんだ。はい、おお、すごいな。すごい。邪魔をしないようにこう前傾。なるほど、なるほど。早速乗馬体験と行きたいところですが、その前に一つ不安要素が。僕は100キロ超えてるんですけど、はい、お馬さんには乗れるもんなんでしょうか。一応でもすごい嫌がってる。その馬のことを心配してすごい嫌がってるわ。一応大きめの馬を今日は用意してます。なるほど、はい、ということでまずは豪快キャプテンの2人を乗せてくれる馬に挨拶をしに行きます。この厩舎のちょっと臭い感じの匂いが私大好きなんですよ。確かに。なんかここで寝たりとかもあるんですか、やっぱその好きなお馬さんとか。それは、あ、それないんですか。さすがにない。なんかそのお前そんなマット外れな質問すんなよ。あるんかなと思って、ね、何してんの。今日二人乗っていただく馬はこの子、ドラゴンマジックくん。かっこいい、かっこいい、噛みそうやな。ドラゴンマジックくん、今日はよろしくね、構わんといてね。ね、ほら怖いね、この怖いですよ。どうぞ。全然怖くないです。でもやっぱ女の人には、うん、では早速これ、はい、これドラゴンマジックくんですよね、はい、そうです。でかい、でかいですね、ちょっと、うん、そうですね。かなり、何キロぐらいあるんですか、ドラゴンマジックくんは。この子で500キロぐらいですか。何からしていったらいいんでしょうか。そう、何からしていったらいいんですか、うん、はい、まず首に触れてみましょうか。一回仲良くなっておきましょう。はい、ドラゴン、ドラゴン、よろしくな。首の付け根のところ、こうですか。こっちがすごい、こっちをポンポンってやってあげると、ポンポン、ドラゴン、よろしくね。なんか眠くなってる。眠くなってる。確かになんかずっと眠くなってる。俺も、はい、なあ、ドラゴン寝てる。眠そう。ドラゴン、ドラゴン、お前、いけんのか、今から。今からレッスン、寝かけてるけど。レッスン大丈夫か。はい、で背中にクラが乗ってますので、はい、ここに乗っていきます。これに、はい、思ったより揺れると思います。はい、なんですけど、捕まるとこあるので、はい、まずそこを捕まってもらって、どのぐらいの揺れかを感じてください。なるほど、はい、じゃあドラゴンよろしくね。左足を、はいはい、かけてもらって、先かけて、はい、そうですね、でここ持ちながらですね、はい、で登りましょう、はい、よいしょ。おお、やっぱ安定してる気がするな。すごっ。はい、でもう少し前の方座りましょう。あ、はい、歩いても大丈夫ですか。よし、歩こう。ドラゴン、おお、おおおお、ドラゴン、ドラゴン、かなりだるそうやで。もう眠いから。ドラゴン、あ、なるほどなるほど。なるべく目線上げといてくださいね。はいはいはい、はい、あ、力抜いてリラックスしましょう、はい、あ、すごいすごい。あ、結構揺れるな。そうでしょう。これ楽しいっすね。楽しいです。今これ歩いてるんですけど、はい、波足っていう動きです。波足、波足、波足、はい、一番遅い歩き方です、ね、はい、一番遅いですね、はい、うわ気持ちいい。
でこの後ちょっと慣れたら、はい、手足っていう動きをしていきます、はい、ちょっとポンポンお尻が跳ね上げられるような感じになるので、はい、姿勢だけしっかりまっすぐキープしてください、はい、こうですね、はい、そうです、力入れずに、そうです、はい、あの足元に一回走ってみますね、おお、ちょっと早くなってきた。よし、よし、よし。何笑ってんねん。何してねん、お前。これ、すごいな。おう、おう、おう、おい、はい、はい、はい。これはどうですか、乗馬の姿勢的に。ちょっと動きすぎですかね。そうですね。これ、いや、違うんですよ。ドラゴンがむっちゃ動く。俺が動いてんじゃないですよ。あ、いい、いい。姿勢めっちゃいいです。こういう将軍絶対言いました。ほんまね、戦国時代の名武将が強そう。結構でもこの味わったことない感覚っすね。いや、そう、意外と揺れます。こう右に左にも結構揺れますね、うんうん、走っていきますよ。体をグッと起こして、そうですね、起こして胸張って、ほんま力抜いてる方が。黙れよお前、何がわかんねん。いや違う違う、俺経験してんすよ、さっき。指示してくんな。怖ー、何これ。あ、でもなんかそんな揺れてないな。そうですね、上手です。確かに。おー、いい感じ、いい感じ、うん、力も抜けてる。あ、いい感じですね。あ、すごいすごいすごい。お、揺れがやっぱりうまいですか。すごい衝撃を吸収、吸収してますね、やっぱり。おい、おい、結構足とかしんどいですね。もう大丈夫です。もう大丈夫。え、早っ、寝上げんの早っ。結構しんどい。どうですか、初乗馬。いや、 めっちゃ楽しいっすね、うん、楽しいし、めちゃくちゃ楽しい。なんかほんまに痩せるんちゃいます、普通にずっとやってたら。めちゃくちゃ痩せますね、はい、そうなんだ。こう内側の筋肉をすごい使うので体幹が大切なので、ね、確かに健康にいいっすね、うん、気持ちいいし、何より。じゃあ上手にお二人乗れてたので、はい、レベルアップしてチャレンジしてもらいます。チャレンジですか、はい、はい、続いてレベルを少し上げ、補助なしで早足に挑戦。ここで大事になるのが手綱を使った操作動作です。足を使ってお腹を、馬の中をポンと蹴ります、はい、そうすると走り出すので、はい、次今度止めます。止めたい時は手綱、これですね、うん、手綱を両方ギューッと引きます、うん、でさっき持ってたこれ、はい、持たないです。なので一気にバランスが難しくなります。なるほど、手綱だけになってしまうので、より体幹のバランスが。ちょっと聞いてなかった、はい、はいはいはい、はい、もうすごい歩いてますけど大丈夫ですかこれ、はいはい、ここから行きますよ、はい、行けますか。お前もう質問がチンプンカンやからさ、相手されてないで。ポンってポンって、はい、ポンポン、よしよし、走らへん、よしよしよし、ちょっと早く、おっ、手下で、手下、手下、よし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 、はい、止めます、両方引きます。よしよし、あ、なるほどなるほど、そんな引かなくていいんですね。はい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 、はい、止めます。めっちゃむずい。これ持ちたいですね。それがないだけでかなり不安定です。めっちゃ不安定です、これ、うん、松田先生は全然あかんて。いや、松田先生の意見いらんすよ。すいません。こう、次僕が。じゃあこれ山下さん気をつけて、これ上行きますよ結構。指示すんな俺に。指示じゃないでしょ、アドバイス、アドバイス。あ、いいです、ね、おー、怖い怖い怖い。あ、引いていいですよ、引いていいですよ。バランス難しいでしょ。怖いですね。バランスを保つのに大事なのが足を置くあぶみ。あぶみを左右均等の力で踏むことで、クラウエでのバランスが安定、楽な体勢で乗馬ができるそうです。あ、いいです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 。おー、オッケーオッケー、バッチリ。はい、バッチリ、完璧です。はい、よくできました。怖い怖い。そんなに、そんなに、そう、そんな。先生どうでしたか、僕らの乗馬ぶりは。綺麗に乗れてました。あ、本当、嬉しい。初心者にしては上出来と、はい、一方、はい、松田さんは、はい、ほんまにできるんですか。いやいや、できますから。じゃあちょっと松田さんの乗りっぷりを見せてもらいましょうか、はい、じゃあそこまで言うなら、はいはい、4年ぶりで不安ですが頑張ります。あ、なんかちょっと保険かけて。それは良くない。なんかね、もうね、そんななしで乗ってほしい。してもらいましょう、うん、じゃあ。ブランクがあるとはいえ、乗馬歴16年の松田さん、その腕前は。軽快、軽快やな。え、もう走ってるやん。え、あれはだからもう
自分で曲げてるんですか。そうですそうです。すごいな。全部スピードも調整して。え、調整できるんですか。調整、ほんまや、確かにちょっと今遅なったり、はい、うわうわ、すごいやん、この間を、うん、あれと、あれ、なんか勝手に飛んだ。うん、およそ30センチの高さの障害物を楽々とジャンプ。さすがは乗馬歴16年。どうしよう、余裕です。え、余裕なんじゃん。ちょっとあの大きいのもいけるってことですか。何センチですか、あれ。で、で80センチぐらいですかね。80、結構ですね。できます。はい。障害物の高さを50センチ上げ、80センチに挑戦。これを見事にクリアすることはできるのでしょうか。コーナリングも上手。いけるか、頑張れ。でもあんま助走はついてないね、うん、おお、ちょんちょんって言ってましたね。すごいすごい。先生どうでしょう。いや完璧です。完璧です。いや、あ、うわ、うわ、すごい、ありがとう。すごいいい子。いい子確かに。じゃあ続いては僕たちが、じゃあ80から挑戦させてもらおうか。今ちょうど80になってるから。まあまあまあ。いや、ちょっとあの飛ぶのは難しいかと。必ず落ちると思います。え、いや、いや別にね、落ちません。はい、いや、あの大丈夫ですよ。週1で通っていただければ。週1で、週 1?、はい、週1で通ったら、はい、大体どれくらいではもう飛べるんですか。めちゃくちゃ早くて半年。あ、いや、そんな感じや、そんなかかるの。じゃあ今日はちょっと、ちょっとじゃあもうご縁がなかったということで。ご縁、ご縁が、そういうことじゃない、ご縁がなかった。最後は乗せてもらった馬たちに感謝を伝えながら、ご褒美の人参をプレゼントします。耳がピンと。おお、もうドラゴン上手。おいしい。おいしい。音がすごくないですか。うまや。咀嚼音が。ドラゴン、いや離してあげないと。ああ、お前な、何ができんねえな。ごめんごめん、ドラゴンごめん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 。話してあげないと、はいはいはい、すごい音。ごちそうさんでした。ごちそうさんでした。すごい、すごい。足大丈夫か、そんなして。ドラゴンごちそうさんでした。もう終わりです。もうないよ。もうない。はいはい、もうないよ。高齢者の増加などで身近になった介護、覚えておいたらきっと役立つワンポイントアドバイスを紹介。今回教えてくれるのは、福井県医療福祉専門学校で介護の授業を担当している寺田先生。今回は車椅子の押し方、段差の越え方をお教えします。あら、上がらないね。上がらない。力だけでは前の前輪というところが上がりませんので、段差を越えることができません。こちらにティッピングレバーがあります。まずはティッピングレバーを踏んで自分の体重を下にかけます。そうすると前輪が上に上がります。その前輪を段差に乗せて、その後にタイヤを押すことによって段差を登ることが可能になります。身近で助けを求めている人はいませんか。その人のサポートをしていただけたらと思います。金井学園からのお知らせ。金井学園ではオープンキャンパスを開催しています。それぞれご覧の日程、詳しい情報は各校のホームページをご覧ください。皆さんのお越しをお待ちしています。